ある日、地球移住を企てる異星人夢中人2人が地球に偵察にやってきた。防災に夢中人。地球、特に日本という国には人間よりも危険な自然災害というものが数多く発生しているらしいぞ。地球移住計画を進めるにあたり、まずはこの自然災害にどう備えるのか考えなければならない。わかりました。いざ出発。ミッション8、非常持ち出し袋と備蓄について調査せよ。今回は非常持ち出し袋と備蓄について教えてもらうために、ママ防災士さんに会う約束をしています。こんにちは。こんにちは。わあ、噂に聞いてた通りの可愛さ。ムート中可愛い。まずは非常持ち出し袋について教えてほしいです。はい、この非常持ち出し袋は災害が発生した時に避難先で過ごすために必要なものを入れた袋、避難する時に両手が自由に使えるリュックタイプ、そして肩紐が太いものがおすすめですよ。中にどんなものが入っているんだ？人それぞれ必要なものが違うので、最低限自分に必要なものを考えて入れてます。全員が同じである必要はないんですよ。私の場合は水、非常食、ライト、衛生用品などなど。息子の場合はアレルギーがあるので、食物アレルギーに対応した食品やお薬なんかも入れています。娘はまだ3歳なので、おしめやお尻拭きなども入れています。僕、大切にしているものがいっぱいあって、リュックパンパンになりそう。あんまり重すぎると、避難するときに動けなくなるよね。体の大きさや体力に合わせて、すぐに持って走って逃げられる重さにしてください。この写真は、ママ防災士の仲間から送ってもらった、それぞれの非常持ち出し袋。避難先で必要な飲み物や食べ物の他にも、心が落ち着くアイテム、遊べるアイテムを入れておくこともとても大切な備えなんですよ。わあ、みんな違っていていいんだ。 UFO に帰ったら準備してみよう。次は備蓄について教えてくれないか？備蓄は電気やガス、水道などのライフラインが止まった時に備えて、お水や食料を備えておくというもの。防災のために特別なものを用意するのではなく、できるだけ普段の生活で使っているもの、食べているものを備えるのがポイントです。どれぐらいの量を備えておけば良いのだ？大きな災害の時のことを考えると1週間分、少なくても3日分の人数分は準備しておいてほしいですね。この写真はママ防災士のお家の備蓄の様子。生活に必要なものを賞味期限ごとにストックしていってるんだって。食べ物だけじゃなくて、ティッシュやゴミ袋、電池なんかも災害が起きてしまった後は手に入りにくくなることがあるから、普段から少し多めに準備しておくことがおすすめ。アレルギーがある方はアレルギー対応の備蓄食もぜひ備えておいて。普段使っているものを少し多めに準備しておくことも備えにつながるんだな。普段から食べているもの、使っているものを多めに備えて、使ったら買い足すという備蓄方法はローリングストックって呼ばれているよ。ぜひやってみて。ローリングストック、やってみまちゅ。ミッション8、非常持ち出し袋と備蓄について調査せよ。今回の報告。非常持ち出し袋に入れるものは人それぞれ。背負って逃げられる重さをリュックで準備。生活に必要な食べ物や消耗品はできれば1週間分備蓄、ローリングストックという手法がおすすめ。